秋のシーズンになるとモミジの名所にはたくさんの観光客が集まります。以上の3つの名所はすべて真っ赤なモミジで知られています。関東地方の中でも早めに紅葉シーズンを迎える奥日光、ここは中禅寺湖と立木観音に挟まれた駐車場です。赤く色づき始めた紅葉とともに黄色く染まった鮮やかな紅葉にも目が止まりました。紅葉シーズンを迎えたからでしょうか、もみじと滝のコントラストで有名な竜頭の滝の前後で大渋滞にあって通り抜けるのに時間がかかりましたが、ようやく高徳牧場に着きました。森の中に足を踏み入れて両側に熊笹が茂っている遊歩道を歩いて奥に進むと、改めて黄色が中心の輝くような紅葉に驚かされます。青い空を背景に太陽の光に照らされて輝きを増している紅葉の様子をしばらくご覧ください。観光客の姿は全くありません。静まり返った林の中で黄色い紅葉は一層輝いているように見えます。湯の湖の近くまで足を運びました。こちらも赤いもみじとは違った紅葉風景です。デジタルカメラでも思い通りの撮影ができましたので、何枚かご覧いただきます。奥日光は何度足を運んでも飽きないところです。一度何日か滞在して
撮影したいと思っています。